おはようございます。速稼塾の久保です。今日はここですね、ちょっとカメラアングル変えられなくて申し訳ないんですけども、私が今中国憲法とカンフーを学びに来ている、高円寺というね、お寺に、高円寺というお寺に来ています。これは火山院の方から、10キロぐらい離れた、山道を行くと、そういう人里離れたところにあるんですけども、人里離れたとは言いますけども、幹線道路がですね、すぐ30メートルほど先にあるんで、ちょっと車の音と、あとこの時期からですね、セミの音が結構してくるんですよ。今日お伝えするのは、なんでこの動画を撮ってるかっていうと、今日はですね、人生の目的についてなんですよ。ただ、今私ですね、5時半から修行に出てますけど、今毎朝。この修行っていうのは誰かに決められたわけでもなくて、誰かに何か対価をもらってるわけでもなくて、何に向かって努力するかというと、中国憲法やカンフーを身につけて、これを何かに使おうとか、極真実に使おうとかいう目的はないんですよ。やること、それが目的なんですよね。行動することがすでにモチベーションであり、言ってみれば人生の一部切り取った時の、目的、目標であるわけなんですよね。さあ、それではですね、我々は生まれてきた時に何か目標や義務や夢や仕事を持たされているでしょうかと。持ってないわけですよ。持ってなくて、後天的に、あくまでも後天的な学習によって、こっちに行った方がいいんじゃないかなとか、他の人があっちにいっぱい行くから、こっちかな、いやいや、みんなが向こう行くからこっちなんじゃないかなと、すべてですね、我々は学習によって、いろいろ見たり聞いたり、学んだことによって、学習によってですね、後天的に選択してるんですよね。自分の意思で選択していると。じゃあ、今、この動画をね、ご覧になっている方、お勤めになってて、今日月曜日ですから、朝ね、7時とか8時に出て、出勤しましたと。で、今日も一日仕事頑張るぞと。一日終わりました。これ人生の目的ですか？これ誰かにやれって決められたんですか？と。あくまで自分で選んで、これがベストの、今選べるベストの幸せになる選択肢だなと思って、選択したとしたら、それはあなたの意思によるものであって、先天的なものとか、生きる意味とかとは全く関係ないものなんですよね。というところでですね、どんなに成功しても、どんなに栄光を勝ち得ても、富や名声を手に入れても、それは生きること自体とは全く関係のない別物なんですよ。ここが今日の肝です。生きることとは全く違うことなんですよ。人工的な価値観とか、向上心とかですね、夢とか、地位、名声、富、こういうのはですね、生きる意味とは全く別のことです。ここを見失わないようにしていかなければならないんですよね。で、我々は成功すればするほど、その成功によって縛られてきて、自由が利かなくなる。例えばですね、何か一つの資格を10年かけて取ったとなると、その資格を何とか生かそうとして、11年目から未来を構築するんですけども、すでにその資格っていうのは時代遅れになってる可能性もありますし、競争相手が多くて、もうものすごくね、過当競争になってる恐れもある。その時に新しく生まれた業界に未経験ながらポンと入れば、そこの業界の伸びとともにぐわっと伸びていくのが、例えばインターネットビジネスの業界だったり、インターネットの業界ですね、情報業界であったり、あとはこれから始まるコインですよね。エータコインとか、暗号通貨の、そういった業界であるわけなんですけども、そのコインってものは今完全にスタートライン。誰も知り得ないところ。誰もが素人の素人です。じゃあ、ちょっとですね、一冊の本を読んで、それを一日で読んで、暗号通貨のことをさらっと知るだけで、周りの人から比べると圧倒的に未来に革命を起こす人物になってるわけですよ。ここが非常に大事ですよ。未来に革命を起こす人物になっていて、誰から比べてもですね、このアドバンテージを持ってるわけですよ。こういうふうなものを我々は選択できるのに、全く選択できてないっていうのはどういうことなんでしょうかってことなんですよね。今日はですね、人生の生きる目的になぞらえて、我々がどこに革命を起こさなければならないのか、何を変えなければならないのか、それは未来なんですよ。未来に革命を起こしてもらいたいと思います。で、今日ね、この未来革命というキーワードにてこの動画を終わるんですけども、この未来革命ってものがですね、その全部ではないんですけども、私もこれは公開をちょっとね、禁じられてると、有料でも無料でもダメだよと言われてるところもあるんで、一部を私ではなくて、ワイビックの安春にちょっと託しているところがありますんで、その一端を彼のコンテンツでちょっと知ってもらえばなと思います。で、今日もですね、5分ぐらいの動画になりましたけども、セミがちょっとね、
やかましくなってきましたけども、あと1時間私は修行して、それから自転車でですね、また山道をえちろちら帰ります。ではまた後ほど、コンテンツでお会いしましょう。今度はね、火山院からお届けします。ありがとうございました。